皆様こんにちは。こんにちは。毎週日曜日更新の人生相談のお時間でございます。はい、募集は概要欄から受け付けておりますので、どうぞ、お悩みがあられる方お寄せくださいませ。寄せる前に一回自分でもう一度冷静になって振り返ってみて考えてみる時間を持つということも大切かと思います。それも含めて人生相談よろしく。読みます。はい、マックス村井さん、マミルトンさん、いつも楽しく動画を拝見させていただいております。ありがとうございます。私は大手通販サイトで働いている今年で30歳になる独身男です。勤めている会社は給料も良く、自分としてはもらいすぎではと思ってしまうほどです。へー、いいじゃん。また自由に休みを取ることもでき、会社に対し何の不満もありません。いい会社。旗から見れば自慢話にも思える話ですが、まあそうですね。ただそれがゆえに現状に満足しており、上を目指そうという向上心がありません。私は物欲もなく、偉くなりたいとか願望や目標もなく、正直安定しすぎて腐っています。腐ってはないでしょ。マックス村井さん、いや富、名声、権力、この世の全てを手に入れた男村井智武さん、あなたのバイタリティはどこから出てくるのでしょうか。腐った私に一括ご意見いただければ幸いです。富、名声、権力手に入れたんですか村井さん。残念ながらまだ手に入れてはいないんだよ。そこをちょっとまず訂正したくてこれ採用させていただきました。なるほど。まず、あまりちょっと触れたくもないかな。ごまかしとこう。私のバイタリティがどこから出てくるのかという話。それはみんな不思議でしょうね。すごいと思う。エネルギーの塊、マグマ、火山、コア、マントル。エルフ本部まであとちょっと。早くエヴァンゲリオンの劇場版の続編が見たいです。バイタリティはどこから。私は普段ですね、バイタリティ、そしてよくネットでも言われていることですけども、モチベーション、その他諸々の類のことに対して何も思っておりません。むしろ村井さんという存在自体がそのバイタリティの塊。いや、割と自然なことなんです。自然。どんなに夜遅くなっても朝早く起きるとか、なんか仕事ばっかりやっちゃうとか、いつ何時でもなんか新しいことやりたいとか、なんか割とそういうもう性格なので。休暇とかあってもなんかずっと仕事のこと考えてそうですよね。もうね、休暇とかいらない、ワーカホリック。仕事したい。ワーカホリックだ。どっちかっていうと仕事がしたい。あと仕事についてずっと考えていたい、やっぱり解決したいこととかね、こうなりたいとか、こうなったらいいなとか、こういうのが実現できたらいいな、みんなととか、そういうことを、永遠とこう考えてしまう人間なので、まあ、もちろんうまくいくこともあればうまくいかないこともあって、だから失敗の数が多ければ多いほど、成功にも近づけると思わないかい。まあ最近はちょっと失敗の方が多いのかしら。ここ最近はおかしいな。26歳ぐらいから数年間結構失敗なしだったんだけどな。まあね、そういう波もありますよね。大きい波だな。あとは自分のキャパシティというか、自分のこの能力に対してもしかしたら今ちょっとこうきしみというか、こう次に成長するためのなんかこうちょっとこう足踏みフェーズなのかもしれないな。成長痛みたいな、ここを乗り越えたらこうピョンってジャンプできるかもしれないっていう、今ちょっといろいろともがいてる時期なのかもしれませんけれども。そうだな、まあ私飽き性だっていうのもありますかね。飽き性、いろいろやってみたくなる。基本的にすぐ飽きちゃうので、同じことできないところあるじゃないですか。なんかそれでもやっぱり組織とか会社をこう維持し続けるためには、その一定のこう継続というか、同じことのこうルーチンを繰り返すみたいなところってどうせベースで7割8割必要じゃないですか。それはまあ一定の我慢をしたりとか、もしくは一定のこうそこに対しても何らかの楽しみをこう見出した上での継続をするとかっていうところに対しても努力はちゃんとしてるんですよ。ただそれだけじゃ無理で、その新しいことを何かここ半年ぐらいでも、もう本当近日公開となりますけれども、映画もそうだし、あと何かありましたっけ。いろいろですね。はい、それでいうとこの方、向上心がないから腐ってるっ
って書いてるけど、別に向上心なくても腐ってはなくないんじゃないですか。いやでもこの人自分で腐ってるって言うんだったら腐ってますよ。そうですか、うん、きっと家に帰って独身で紐の真っ暗な部屋に帰って夜8時とか9時とか部屋入る、なんとなくテレビつける、コンビニで買ってきたご飯なのかね、家で食べる、あー俺腐ってんな、刺激がないんじゃないですか。刺激がないんだろうな、うんうん、そうだな。でも私もちなみに物欲ないっすよ。それで言うと私別に出世欲ないっす、うん、上目指そうとかは別にないっす。私も別に偉くなりたいとかもないし、うん、願望も特にないし、目標物欲私服ぐらいかな、服欲しい。でもまあ十分多分我々は刺激にこう満ちてるんですよ。そうだね日々結構刺激的な感じだもんね、うん、喜怒哀楽良くも悪くも、うん、ね、うん、振り回されてるよね日々、うん、いろんな出来事に。そうですね、お金あるんだよね、うん、だったらなんか趣味ショーでもいろいろ見に行ったらどうですか。ああいいじゃないですか、演劇とか映画とか、うん、あの私の割と好きなあの六本木の金魚でも行かれたらどうですか1日2回ぐらいショーやってますよ。あ、私がこの間行ってきたあのあれフラワーズバイネイキッドでもいいです。何なんですかあのフラワーズバイネイキッドって。めっちゃ面白かったあれ、フラワーズバイネイキッドって言ってマミルトンチャンネルの動画ね、どうぞご覧ください。ここにもしかしたら入ってるかもしれません。現実のリアルのお花と、あとはあの映像で見せるなんて言うんですか、映像で見せるってなんて言うっけ、 CG マッピング、プロジェクションマッピング、プロジェクションマッピングと、あとはあのリアルな匂いと、あとはあの 3D のちゃんとしたもう木とか物とかで、あのもう五感で楽しむお花の世界みたいな、なんかアトラクション 4D の映画みたいな、もうなんかその世界、アリスの世界に自分が入ってるみたいな感じです。息をなんかあの花に吹くと、ここにあの音楽と音となんかあのイラスト絵がブワーってなって、すごい、アナと雪の女王みたいじゃない、うん、そんな感じみたい、魔法を使ってるような雰囲気、すごい好きな。いいじゃないですか、そういうなんか、ね、見に行くやつ見に行ってもいいかもしれないですね。この人、まあ、とりあえず現状に満足してるんですよね、うんうん、だったらもう散財しなさいよ、もう貯金全部使っちゃえ、あのアフターファイブ全部お金使っちゃえ、全部酔い越しの金は持たねえって言って、休みもだって自由に取れるって言いましたよね。なんか遠出しろ、遠出、旅に出よう、うん、旅に出よう、うん、腐った私に一括ご意見いただければと思います。じゃあちょっとあえてですけれども、あの使い古された言葉を言いましょうか。あのモチベーションとかっていうものにですね頼ってる時点で負けです。厳しい。あの物事をね、目の前の自分が実現したいこと、やってること諸々に対してただ淡々と冷静に、こなし続けるマシンになることがまず大切です。私もね、あもう今マシンか、マシン、うん、あマシンか、うん、今マシンなんですよ。あモチベーションも何もないただのマシンか、うん、まあそれで多分その状態で自分を腐ってるって思ってると思うんですけど、ただあの私から言うと、なるほど、ちょっと違うね。毎日のそのちゃんと働き頑張り仕事はちゃんとこなしてる時点でなんかあの全然私はいいと思います。周りからしたら十分この人バイタリティあるって思われてるかもしれないね。頑張ってると思います、うん、だから多分自分に足りないのはその刺激なんじゃないですか。その分かった、金使おう、うん、ゴルフとか車とか刺激を、ギャンブルとか、ギャンブルほら女性とかその男が大体こう悪い感じでお金を使っちゃうみたいなところあるじゃないですか。あ、なんか言いますね、酒、女ギャンブル、女ギャンブル全部行っちゃえ無理に行かなくていいですよ。で、行った上で一回後悔しよう。え、戻ってこれないかもしれないですよ。え、戻ってこれなければそれはそれでいいじゃん。いいんすか、よかった、刺激的な人生だ、よかった笑うセールスマンみたいな感じでドーンドーン。あとは漫画、フールでもいい。マミトさん、漫画とフールじゃね、この人はね、きっと満たされない。あの私、フールと漫画で十分満たされてます。きっとね、腐ってるなーって思って。私、テレビなんとなくつけるとかって、なんか面白くないテレビ見たくないんで、もうその時フール見ました。
気持ちはわかりますよ。私も全然漫画とフルー派ですから。ちなみに私最近の3週目はフルーでちはやフルーをかけながらあのあれ百人一首のアプリを覚える最近私が地味に思ってること言っていいですか、はい、高橋くんに憧れてるわけじゃないんですけど、ちょっとね漫画の原作者になりたいなと思ってきた最近。漫画の原作者、あ、高橋くん漫画、またちょっと違うんですけどね、まあ、絵描けないんで。だって高橋くん描けないじゃないですか。あ、原作者、高橋くん漫画の、高橋くん漫画の原作者にはならなくていいや。あ、 あれは勝手にやってるって感じ。高橋くんが原作者になってる高橋くん漫画、村井漫画、村井漫画あのジャンププラスに連載してほしい。ちょっとそれホラー寄りにしてほしいです。ジャンププラスで連載されたい。毎週夜みんなちょっと怖いけどこう恐る恐る見る感じのホラーを作ってほしい、ね、ホラー体験ないんですか皆さん。私ねホラー体験ないんですよ。全然ないんですよ。それで言うと私ホラー体験あるから受けそう。本当あ、原作者、あ、原作者、原作者、漫画の原作者、漫画の原作者、羨ましい。ちょっと最近ちょっと憧れてるんだよね漫画の原作者に。あれね、聞こえててね、絶対聞こえないフリー、うんうん、そうですね。あ、もう完全そうだはい、じゃあ、はい、そんなわけで、今週の人生相談はそんな感じ、うん、もう現状に満ち足りてるのであれば楽しんでください。貯金なんかしてる場合じゃないですよ。楽しんで。じゃあ、さよなら。